富岡八幡宮にやってきました。門前仲町駅から徒歩で4分です。江戸最大の八幡様、深川の八幡様として親しまれています。今日は骨董市のある日です。雨ですが人出がありますね。いろいろな骨董品を売っています。本殿が見えてきました。清めます。参拝します。御朱印をもらいます。まがみです。大関力士碑です。手形と足形があります。伊能忠敬銅像です。確か地図を作った人かな。日本一の黄金神輿です。装飾にダイヤも使っています。次回動画では骨董市の様子を紹介します。それではバイバイ。